教育学部体育専修の小栗和夫です。専門演習1という授業です。スポーツ科学、運動生理学について学んでいくんですけども、専門雑誌をみんなで読み込む、輪読をしたりとか、学生が自分で考えて自分のプロジェクトとして卒業論文を完成させていきたいという、そういった内容になります。例えば今日でしたらプロテインとトレーニングというテーマだったんですけど、それぞれの方が興味を持ったものを選んできてですね、僕がこれ読んでみてっていうとやっぱり良くないので、やっぱりこう自己成長力みたいなのをテーマにしているので、やっぱり学生が自分で探して自分で選んでくる、自分を成長させる力をゼミでつけてほしいなという、そんな思いです。知識を学んでいるように見えて、論文を読んだり卒論を書いたりして、科学エビデンス論文を読んでいるように見えるんですけど、実は学び方を学んでいる。23歳で教員になってゴールではなくて、やっぱりそこからまたスタートだと。その時代時代に合わせて新しいものを吸収して、やっぱりより良い教育、より良い教員を目指していく必要があると思うので、そう思うとやはり学び続けなければいけない、学び続ける教員にぜひなってほしいなというふうに思います。